海岸に打ち上がるおびただしい量の魚。イワシの一種、マイワシです。オホーツク海に面する北見市所町の海岸ではおよそ500メートルにわたりマイワシが打ち上がりました。海岸では今朝、地元の業者がイワシの回収に追われていました。全部イワシ、11年のところにいるけどこんなことはな、初めてだね。オホーツク総合振興局によりますと、初めて報告を受けたのは今月12日で、所町の海岸ではおよそ20トンものイワシを回収したということです。オホーツクの斜里町では大量にイワシが打ち上げられ、寒さでカチカチに凍っています。昨日朝にも斜里町の生品原生花園近くの海岸で、近くに住む住人が海岸に数キロにわたって大量のイワシが打ち上げられているのを発見しました。海岸には聞きつけた町民がイワシを拾いに来る姿も見られました。すごいね、海岸がもうキラキラしちゃっててびっくりするぐらいの数上がってますね。なんでこんなになったのかわかんないですけどね、珍しいです。網走水産試験場によりますと、イワシはオホーツク海の中央から南にかけて打ち上がっているということです。はっきりとはもちろんわからないですけども、本来であればこの時期だともう本州の方に下っているんだと思うんですけども、オホーツクにも一部残っちゃったんだろうと。でそれが最後、今で水温の低下に伴ってここで死んでしまったんじゃないかなというふうに思います。網走水産試験場によりますと、魚は死んでから打ち上がるまでに時間がかかる場合も多いということで、漂着したイワシは食べない方がいいということです。